はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、お見合いもね、まあ、100回以上お見合いしてると、まあ、いろんな人に当たりますというところでございます。まあ、その中でもやっぱ、べっぴんさんに、マッチングしてもらうとですね、こちらとしても、まあ、すごいテンションが上がるわけですね。で、まあ、最近やと、不動産営業、かなあ営業じゃない不動産の管理やってる方 と、お見合いさせてもらって、で年自体は2つ3つ下なんですけども、いやマジかと、20代後半ぐらいに見えるし、いや多分全然これ、途切れへんなみたいな、男の人が途切れたことなさそうやなみたいな、ちょっとなんつうかね、つわものというか、俺じゃ手に負えへんなぐらいのちょっと可愛い女の子人が来ましたと。でまあ、仕事終わりに会ったんで、まあ何ですかね、大阪近辺で、お茶することにしたんですけれども、ちょうどその日ね、なんかジャズバーみたいなのをやってて、でそのホテルのラウンジでジャズバーをやってた関係で、言ったらチャージ料が別でかかりますみたいなこと言われたんですね。で何倍やったっけな、結論から言うと5000円以上したんですけども、お茶1時間しただけで。いや、さすがにね、それは断ろうと思ったんですけども、女の子が可愛い手前、なんかそこで引くわけにもいかずですね、いや、なんかむしろそんなジャズの流れてるところでお見えできるなんて最高っす、みたいな、なんか、わけわからんテンションでですね、言うて、お茶することにしました。ほんまは別のホテルとかに行ったら、多分2000円とかで済んだ話なんですけども、そこら辺は、しかもね、ジャズやってくれるのいいんですけども、結構近い席にされたんで、なんていうんですかね、ジャズのハスキーボイスが、まあ、言うたら、歌う人、シンガーソングライターと、あとまあ、ピアノとがあったんですけども、普通にね、ちょっとボリュームでかかったんで、あれ、まともに喋れへんやん、これ、みたいな。なんかそんな感じになって、せっかくね、まあ盛り上がったというか、めっちゃ笑かしたんで、なんだろう、笑かしたというか、まあ笑われたというか、なんで、話自体は盛り上がったんですけども、なんか途中からあれおかしいなみたいな、なんか感じになってしまったんですね。で結局なんだろう、なんかまあ割り勘ではないですけど、向こうもなんかちょっと出しますわって言ってきたんで、まあさすがにね、2000、3000やったらまあいいわと思ったんですけども、ちょっと5000円になってくるとね、さすがにちょっと出してもらおうかなっていう気になって、これもちょっとダサかったんですよね。そんな1000円もらうぐらいやったら払うときよって話なんですけども、なんかそういう、なんですかね、やっぱべっぴんさんが来たらちょっと自分の想定してる対応と違う対応してしまいますよね。想定外の起こったら、想定外のことが起こったら、あ、じゃあ別の店行こうとかっていう風になって、ちゃんとまあ適正価格のところに行って適当に喋るんですけども、やっぱりいい格好したいとか、ちょっとよく思われたいみたいなのが出てしまってですね、なんか空回りするというか、あ、そういう感じでございましたね。なんかもうぜひ会いたいです、ぜひ会いたいです、次絶対来てくださいねみたいなことを言うてたんで、なんかそういうしつこさもあかんかったんかなみたいなとか、なんかいろいろ反省してしまいますね。だから美人と付き合いたいけれども、ほんまに美人が来たらやばいみたいな、そんな感じのおっさんでございます。そんな感じっすかね。なんかいろいろ喋ろうと思ったんですけども、なんか間飛び飛びですね。そうですね。まあでも休みが合わないっていうのはやっぱり、結構大きな、なんですかね、マイナスなんかなと思いますよね。看護師さんとかとも連絡取ったりもするんですけども、なかなかやっぱ予定が合わないので連絡取れなくなるとか。で、まあ、不動産やったら水曜日が休みなんですけども、そこ以外、まあ言うと土日が仕事メインなところがあるんで、なかなか会えないみたいなところがあったりとか、まあ別に業界で区別するわけじゃないですけど、やっぱりまあ土日休みのところの人の方が予定は合うんかなという感じでございます。なんかそんな感じっすね。で、まあおかげさまで今、視聴者がですね、なんかまた、つるつるつるっと伸び始めてきてて、今84人か、あと16人、なんとか、したいなと思ってるんですよ。あと16人でなんか、そうですね、知り合いがなんか誰か紹介するわっていう話だったんで、あと多分15人ぐらい、で100人になるところでございます。以上です。